らは古墳時代の豪族。大友室屋の孫で、大友団の子とされるが、大友質屋の子とする系図もある。人権天皇11年人権天皇の崩御後に、大臣、ヘグリマトリ、マグロフ氏を正当し、ブレツ天皇を即位させて、自らは大連の地位についた。ブレツ天皇8年ブレツ天皇の崩御により高騰は、途絶えたが、王人天皇のしゃごとされる。 飛行使用の子を越前国から迎え、慶大天皇とし、以後安官、戦火、禁米の各天皇に仕えた。日本書紀によると、慶大天皇6年に、公栗によって国土の北半分を奪われたくだらからの未満な4件、割上要請を受けて、金村はこれを承認する代わりに、五教博士を捕らえさせた。慶大天皇十一年に発生した祝いの乱では、 モノノベアカラヒを将軍に任命して鎮圧させた。ただし、古事記の軸紫新、維新遺体児の記事には、モノノベ高校大連と大友金村連が討伐に当たったと記されており、元折のリナは、古事記連で単なる脱字の可能性と実はこの時には、まだ大連についていなかった可能性を指摘しており、近年においても、笹川直樹は、日本初期の編纂において、 人身の乱の功労者として、当時の朝廷において、一定の影響力を有していた大友氏の伝承に、基づく金村の検証記事が採用されていたと考え、金村は少なくとも、慶大天皇の即位の頃はまだ大連ではなかった、可能性も指摘している。しかし、金明天皇の代に入ると、金明天皇と血縁関係を結んだ、蘇我稲部が台頭、金村の県政は衰え始める。 さらに、近明天皇元年には白木が、美学地方を併合するという事件があり、物のべ起こしなどから、外交政策の失敗を求断され失脚して隠居する。これ以後、大友氏は衰退していった。晩年は、大友氏の館のあった、摂津国住吉郡に住み、そこで死去。住吉区にある、手塚山古墳は、大友金村あるいはその子の墓とされている。ただし、 古墳の築造年代は4世紀末から5世紀初頭であり、年代が合わない。奈良県葛城市には、金村を祀る金村神社がある。ありがとうございます。